はい、皆さん、こんにちは。タイゴの日ブロチャンネルの放送へようこそ。本日はですね、朝から、ちょっと散歩をしてまして、で、まあ、雨のね、天候の中であるんですけれども、まあその以前ね、その僕が撮った時の、まあ、情景とはまた違った感じになるんだろうなというふうに思っていたんです。それはその病院の先生とも話した通り、やっぱりそのちょこちょこ休憩入れなくても気持ちがちゃんとキープできるようになったっていうことや、まあ、親からの仕送りというものがしっかり入った上で動画を撮ろうしてるっていう、まあ、そういうことや、あとはその単純にオンラインカジノっていうものをもうこの際卒業しようかなというふうに思ったことなどが、まあ、あって、心の変化があったっていうことですね。で、まあ、そういうのもまああってね、だいぶ気持ちが安定してきたなと思います。まあこの時の顔つきというのはね、正直なことで言うと、まあそのちょっと寝起きの感じでちょっとダボついてるんですけれども、気持ちは確か楽になったなと思います。うん、で、あとはね、何が求められるかっていうと、まあやっぱり睡眠の質の改善ですね。でそういうのも今後向き合っていても課題なんですが、今のところだんだん解決してきてるような感じですね。今日がその1日目っていう、そういう感じかなと思います。はい、何が僕がそういうふうに思いとどまらせたのかっていうのは、まあ、そっちことを休憩入れながらっていうのに対するアゲインストっていうのは、まあ、そのまずは昔働いていた頃のやっぱりそういうちゃんとバリバリできてた感覚を大事にしたいっていう思いですね。で、まあ、あとはね、カジノの、まあ、そのオンラインカジノをやめると思ったのは、まあ、僕がアカウント認証できなくて入金すらもできないというところや、出金もできないというところからですね。で、あとはなんだっけな、あとはその睡眠の質の改善については、まあ、なんでできたのかっていうと、まあ、臨時の室外機の音をだんだん防ぐようになったっていうことや、まあその、あとあれですね、単純に睡眠薬をちゃんと飲んで、ぐっすり熟睡しようって思ったこと。で、そういうのは結果的に、今僕が感じている現状とかを聞かなくなることにつなげられるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。で、まあ結果的にその 3つの要素を揃えることによって、また以前のようにですね、健康的な生活に戻れるんじゃないかというふうに思います。で、この新居に来てから、まあ、一番感じた課題っていうのはそこの3つでしたね。まあ一見分かりづらいから僕も路頭に迷うこともあるんですけれども、なんかやっぱり気持ちの問題っていうのが最も大きかったと思います。で、まあカジノだったらね、まあぶつけたことを言うと、まあ一見そのちょこちょこまあやっていく分には問題がないと思えることや、まあ、構造解説がちゃんとできそうなところにちゃんと落ち度がある。で、まあ日本においてはね、まあその賭博って禁止されてるって分かっていながら、まあやるっていうところに一番のそのまあやましい部分を感じるんですよね。で、まあ僕自身がそこから撤退するっていうことで、まあ一種
すっきりしてた感じがするんですよね。で今後はそういうあっさりとしたすっきり感ってものを大事にしたいなと思います。で爽やかにやれなかったっていう思いね、皆さんあったでしょう。でそれはもう昔の仕事をしている感覚もそのものであります。でそういったものをきちんと自分で変えたりせずに露出していけば、まあ、理想的な感じになっていくんだろうなって思いますけれどもね、うん、そんな感じで、まあね、下のカーブスといって何とのピットジムさんもね、まあ、爽やかですから、やっぱそういったものに負けないぐらい男性も爽やかに、ね、やっていけたらいいのかなと思いました。ではこの辺で動画を締めます。ご視聴ありがとうございました。ではまた。